車で噂先に告白誰マドンナだって取られるなんてやだ後悔やだよ君の元へ走る好き
すごい今日ね、本当歌いながら皆さんとすっごい目が合うなと思って、それもそのはず、やっぱり今まではフラットな会場だったのが、今日は皆さんこうやって斜めってらっしゃるのであ、皆さんが斜めってるわけじゃないよね、会場が斜めになってるからすごい、あのね、よく見えますよ。全然本当に後ろの方の人も目がしっかり合うし、うん、ね、バッチリ合ってますよ、前の人もはい、でもね、2階の人、私さっきでもないや、会場する前に皆さんのその会場をね、うろうろしてどういう風に見えるんだろうって散策してたんですけど、いや2階の人は結構高いですよね。ねえ、高いよね、本当に落ちないようにね本当に歴史ある建造物ですから、うん気をつけて、サイリウムも落とさないようにね、1階の人がびっくりするよはい、そんな感じで、じゃあ今日はコンサートだからトークイベントじゃないですからね、次の曲いきたいと思います。次はですね、夏の3曲を続けて聴いていただきたいんですけれども、これ通称私夏メロシャトルランって呼んでますっていうくらい本当に激しくて、もうそれなのに私5日前にちょっとここ振り付け足しませんとか言ってどんどんなんかいっぱい足しちゃったから、すごい一生懸命やるんで、皆さんもものすっごい力を込めて応援お願いしますありがとうございます。それでは聞いてください、 All for youI'm not afraid to die.
愛に触れて心は
店祭り囃子に誘われる浴衣人混みに紛れないようにきっと握ってくれた手が胸の奥まで掴んで離せない夜空に咲いた花ひとまりとくった君を見たら無邪気に見上げた人だね。みんな T シャツを着てくれたり、
当だ、ね、コスプレしてる人も何人かいるね。うちのだ、うちのだ、本当だ、すごい。そうなんですよ、すごいな、ね、だってすごかったもんね。なーかのんふうみたいな、なーかのんふう、ね、ね、まあ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 、そう、ね、始まっちゃったよ、すごかったよね。あのね、今うかつにやらない方がいいってすごく思った。あのね、うかつにやるとね、みんなそのまま続ける気満々だからね。そう、皆さんすごくノリがいいんで、いやー、助かっちゃいますよ。かなりの熱意じゃないですか、かのんちゃん。嬉しいです、本当にね、大好き。いいじゃないですか。おー、あのね、俺に向かってあの告白されても頼んじゃうじゃん、愛してるじゃない。あ、こっち来ちゃった、こっち来ちゃった。違う、こっちじゃないから、こっちじゃないからね。すごい、いや、本当にね、素晴らしい。はい、ね、まあ私たち自身は、ね、3人こうして揃うことはないですね。ないですよ、ないですね、この取り合わせ。原作ではあるかもしれませんが、でもないですね、アニメではね、ですね、本当にね、すごい。なんかもう今ね、まだ僕らあのこの熱気にね、多分ね、ついていけない。早見ちゃんとね、僕はね、多分ね、まだついていけてないのよ。ちょっと盛り上げてもらわないと、ちょっとそうね、なんというか、このまま私たち喋ってもいいんですけど、なんていうかね、あー、そうですね、そうですね、そうなんですよ、私的には、うん、やっぱり、うん、白亜って言えば歌。あー、かのんちゃん、いいところに気がつきました。そうなんです、あれ、ちょっと、そうですよね、あれ、え、誰だ、どうしたの、どうしたの、誰探してるの、誰探してるの、お母さんでも探してる。いや、来てますけど。来てんの、来てますけど。お母さん、お母さん来てんの、なんで周知の事実みたいになってるの。まあまあでもね、うん、じゃあまあ白はせっかく来たから、そう、ちょっと歌っていきなよ。なんでこんな人がたくさんいるから緊張するよ。大丈夫大丈夫、みんなすごい温かいから大丈夫だよ。ありがとう、じゃあちょっとね、行こうかな。お、何すかな。じゃあとりあえずね、そうですね、まあ、白が歌うということで、我々はじゃあ一旦ね、あ、本当ですか？はい、頑張れ頑張れ頑張れ、頑張ります。ちょっと一人でも大丈夫、きっとできる、できるできる、手が冷たいよ。バレてる、バレてる、バレてる、頑張って、大丈夫だから、また後ほどお会いしましょう。バイバイ。はい、すごい。ちょっと皆さん、今日ね、今かのんちゃんのライブですごい盛り上がって、今のご機嫌はいかがですか？じゃあ行きますか。それでは聴いてください。
すごいですね皆さん。もう変になっちゃったもん、なんか今声がいや皆さん改めましてご機嫌いかがですか？ありがとうございます。まあ、今回中川かのんちゃんのライブにゲストという形で登場させていただいて、いやなんかもうかのんちゃんのファンの方あったかいすごい嬉しいな。ありがとうございます。すごいですよね、カノンちゃん161センチ45キロですよねえ。85 58、あ、間違えた、86 58 85ですよ。これはですね、ハローゴーヤ8個と覚えていただくとですね、ちゃんと覚えられますので。ちょ、私もさっき必死でね語呂合わせを考えてたんですけど、いやでもさっき歌ったご機嫌いかがっていう歌はまあ今この場にはいないんですがね、伊藤かなえさんとエルシーちゃんと一緒に、はーいできな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 い、そのねかなえさんと二人で一緒に歌わせていただいたアルバムの中の一つに入っている曲なんですけれども、まあ結構ね二人で歌った曲とソロの曲がいろいろ入って、ちなみに聴きましたっていう方、ありがとうございます。もしかしたらまだお手に取られてない方はですね、こちらの後方に売ってるかもしれないのでなんだろう、やっぱりすごい可愛らしい曲とかっこいい曲と、まあ、盛り上がる曲とかね、いろいろいろんな曲種が一斉に入ってるのがあのアルバムだなって私は聞いていて思って、そうだな、ファーストエボリューションとかね、すごい盛り上がる感じの曲ですよね。なんかこうなあカノンフーみたいなねできる感じの曲ですけど、ちょっと皆さんね、まだ白亜の曲じゃ盛り上がる曲がもう一曲あるかなって、皆さんまだ盛り上がれますか？いけますか？まだまだいけますか？ネイキッドジーニアス。
放入は意味は感じるよこのドキドキ後ろのね、さっき出てた映像がね、すごい、そう、安らかな映像なんだよね。それとのギャップがすごいよね。本当にね。だってリハーサルの時、始まった瞬間にみんな吹き出してたからね。今も笑ってたよ、みんな。でもなんか2回3回リハ続けても、ドラムの方はずっとね、ニコニコしてらっしゃる。やっぱね。ちょっとね、面白く笑っちゃうよね。笑っちゃう。でもケイマ兄様もそれを望んでたから、そうそう、本望です。すごい。きっとじゃあちょっとみんなの元へ行こうか、うん、はい、行きましょう。うわー、すごいこの階段。うん、2階建てだ。すごい、2階建てだよね。2階建てだ。すごいすごいすごい。もっと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 。なわけあるかい。あ、ちょっとごめん、ごめんね、なんだなんだなんだ、ね、なん、そうね、すごいもんね。今ね、第1期のオープニングが流れたけれどもね、懐かしかったね、ちょっと。あ、でまた、そうか、2期からだからね。はい。あれ。はい、あれ、そうだったね。ありがとう。そう、そういう意味では、ね、そう、私たちが ここに2人いるっていうのは、うん、そうそうそう、今日しかないことだからね。そうだよ。だって、うん、私一応一期もね、ちょっと最後出てるんだ。あ、そうなんだ。なんかね、ちょっとね、そう、てん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 っていう感じで、ドット絵でね、そう出てるからね。ちょっと一期のさ、オープニング行ったからさ、うん、うん、次は二期のエンディング行っちゃう？聞きたいですか？おー、これはもうやるっきゃないね。いきますか。うん、じゃあ一緒に言う。うん、わかった。せーの、愛の予感。恋じゃなくて愛よ、あなたを思うだけで切ない。毎日の色が鮮やかに、
水に何味って難しい質問じゃない？あ、こっちはレモン入ってる。こっち普通の水。どっちが美味しい？どっちも美味しい。さて、スタンドマイクになりました。ちょっと真面目な話。2年前のことなんですけど、皆さんは自分の2年前って覚えてますか？私にとっての2年前はすごい特別な時で、ちょうど2年前の2月、私は初めて声優としてマイクの前に立ちました。ありがとうございます。この2年間は本当にいろんなことがあって私自身のことだけじゃなくて、なんだろうな、嬉しいこともすごい悲しいこともこの2年間はいろんなことがあったんですけど、そういう全部ひっくるめて今があって、だから今日こうして皆さんと目と目が合うこの距離で会えたことはすごい奇跡なんだなっていうふうに思うんですね。2年前は、だって2年前は私たち出会ってなかったんですもんね。だけど今はこんなに温かい気持ちで見守って盛り上げて応援してくださって、すごい不思議ですごい奇跡だなって思います。私はそんな皆さんの大きな愛に、大きな夢を届けていくことで応えていきたいって思っています。だから私はこれからもずっとお芝居をしたり歌っていきたいです。そんな決意と感謝を込めて聞いてください。ラブコール。
私のラブコール。あなたに。
日比谷公会堂セアーズ。オッケー、そうですね。じゃあ本番いっちゃいますよ、いっちゃいますよ、いっちゃいますよ、いきます、せーの、見つめる空。
雨だね。振り付けは全部私がしてみました。
初振り付けです。あ、本当ですか？うわ、ありがとうございます。はい、せっかくアンコールいただいたのでもう一曲、はい、歌わせていただきたいと思います。次に歌う曲はまたまた本邦初公開なんですけど、この曲はそうですね、私にとって多分人生の宝物になる曲なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なんだろうな、初めてこうデモテープを聞いた時から、あ、これはすごい私の心の琴線に触れる曲だなと思ったのと同時に、これは多分多くの人に共感してもらえる曲になるに違いないって思ったんですね。なので本当に心を込めて歌いたいし、なんだろうな、お別れって、なんか言葉じゃうまく言えないんですけど、お別れって寂しいし悲しいし切ないし、でもそれって一緒にいた時間が何よりも大切だったなっていう風に思い直せる機会になるし、この辛さみたいなのは一つの幸せの形なんだなっていうことに気づかせられて、すごい私の人生の宝物になる、なった曲です。それでは聴いてください。桜色卒業。
ですね、うん、本当にだって今
コールボンが配られたそうですよ。そう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 、すごいよね。なーかのはい、なーかの始まっちゃう。なーかの兄様止めてくださいごめん、出番ずっと待ってたもんだからちょっと楽しくなっちゃってごめんね、抑えなきゃいけない立場だったんだけどごめんね、抑えきれなかった今一番乗ってましたもんね、今。いやでも俺ちゃんと読みながら皆さんがどういう風にやってるのかなっていうのを裏で見てたんですけど、綺麗に合ってた本当に本当にすごいね、素晴らしい。よかった、本当にね、素晴らしい唐突感で。そう、カノンちゃんの絵も描いてあったりとか、すごい可愛かったし、あのジェットコースターローラー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 コースターアイドルですね。あのジョブのとこジョブって書かれてローラーコースターアイドルってどういうジョブなんだって話ですね。すごいですよね。あれ出てくるんですかね。なんかこうバイトドットコムとかそういう。あのね、バイトドットコムにアイドルの欄ってないからね。ローラーライドルかジェットコースターか、なんかこうなんとかかんとかみたいな。違いはなんだろう。それはね、アルバイト雑誌じゃないね。ないですね。多分ね、そんな簡単に募集してるもんじゃないからね、アイドルって、ね。カノンちゃんにしか務まらないですもんね、本当に。ローラーコースターはね。そうだよ。ローラーコースターって言った今。ローラーコースターはね。ローラーそうそうそうローラーコースター。どうした？ローラーコースターですよ。どうしたの？いやちょっとやっぱジェットコースターちょっと頭についちゃったんです。あれ本当に。大丈夫です、ローラーコースター。ローラーコースターって何でしょうね。ローラーコースターはジェットコースター。なんかローラーコースターアイドルっていうのは何ですか。なんかもうものすごい疾走感で、あ、疾走感駆け抜けていくからみんなついてきてねっていうことを。なるほど、ちょっと待って、ちょっと俺がそれを言ってどうする。しかもそこでフーじゃねえからな。その通りですよ。ローラーコースターついてきてね。だ、そういうことです。まさしくこれですね。そういうことか。なるほど。うん、納得、ね、いやでもね、本当こんだけものすごくね熱い方々がいらっしゃってね、まあ本当であればね、やっぱりここにねもう一人 LC がねものすごくいてほしかったんですけどもね。いるんですか ね、 ね、大変残念だったね。ちょっと SE の方ちょっと準備できて、あ、でもあれかもしれないね、もしかしたらここに、そう、まあ、あのエルシーのね思いだけ届いてるかもしれないから、あ、気持ちだけならなんとか、皆さんちょっとね呼んでみましょうかね。わかりますね。それではいきますよ、せーの、エルシー。はーい。おー、 あ、すいませんすいません、今のテープです。ごめんなさい、テープか。そう、気持ちだけ来ていただいてるような感じでね、うん、録音じゃないですよ。ほらタイミング悪い感じで入ってきたでしょ。ちょっとずれましたからね。ボタン操作してるんですかね。録音じゃないですよ。あ、ちょっと早いな。何何何だ、もうもう他にもなんか、うん、あ、やっぱ録音だね。録音じゃないですよ。ちょっとボタン押すタイミング早すぎません？ちょっとしつこくないですか？うるせえな。うるさいよ。消防車じゃなくてそこの前の通ってるな。消防車とか言う消防車じゃないだろう。消防車
よね。そう、そっちかよ。PA さんの後ろでずっと見てました。そう、俺とハヤミちゃんはすごい見たかったのに、なんか2人が出るんでちょっと待ってください、出ないでくださいってマネージャーに制止されて、この子見に行っちゃおうみたいな感じで、まんまだだからって言っちゃって本当にいらっしゃったんですか。そう、ファンの人もすぐ近くで見てましたよ。あったあった、その辺の、どうすればこの子ぶつかおうとしてたからねおかしいだろ。分配行きましょうっていう、分配行きましょうって誘われたもんねその誘いもどうかと思うけど、歌が歌いたかったああ楽屋でずっと一人ぼっち、もっと歌った後にコメントしたかったけれど、ありがとうだけでやめておいてね、本当に残念だ、だから今歌わせて、ありがとう本当こんな機会をくれたこの会場の皆さん、これで思い残すことはもうないよごめんごめん待って、あのライトさん照明さんもねそんなに気使わなくていいんですよ本当にね、ごめんなさい。いやもう美声披露ですよ。すごーい、すいません、ちょっとあの興奮しすぎてしまいました私まさかこんなことになるなんて思わなかった。完全すごい、あのもうこれもうお返しします。本当ですか。完全ノー台本でしたからね。本当にね、かった、今多分この3人はですねポッカーンって知らはってですねこんなことになると思ってなかったはい、さあということでね、はい、巻きも入ったところですし、そうですね、カノンライブで歌ってる場合じゃないだろうっていうところでね私まさかのキャストから巻きが入るってすごいですよね。すごいですね、はい、ちょっとびっくりするぐらい長かったんでね、ごめんなさいね本当にね、何の打ち合わせもしてないもんねごめんなさい、すいませんでした本当にね。でもさすがです、ありがとうございました。さすが、さすが兄様。さあ、私の汚らしい歌はですね、これでまあ、おしまいでございまして、カノンちゃんにもぜひともね最後歌でもう皆さんのね耳をきれいに仕上げてください。よろしくお願いします。あ、もう帰っちゃいますか。はい、じゃあ、踊ろうじゃない、踊ろうじゃないバックダンサー的な完全にね袖で踊ってるから大丈夫袖で踊ってるから、ね、もしかしたら後ろにいるかもしれないですね。そう、気がついたまにチラッと後ろ向いてね。だからもうカノンちゃんを見るかですよ。あ、そうだ、カノンちゃんをね、そうです、もうぜひとも最後の最後まで応援していただきたい。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。で、
びっくりしたね。いやでもすごい、最後にこんなどっと笑えることが起きるとは思ってなかったので、いや楽しかったですね本当に。もう終わりかねえ、残念。あ、でもそうだ、ちょっとした告知があるんでした。おいしい。あ、そうでした、告知が、ちょっぴっとした告知があります。今日のコンサートなんですけど、後日ライブ DVD になります。ありがとうございます。はい、何をしたらいいの。DVD って何かするって初めて。そうなんです、皆さんお気づきの方もね、いらっしゃったかもしれないけど、カメラがいっぱい入っていますので、いやーどうなるんでしょうね。詳しいことはですね、あのお帰りの際にチラシが配られるみたいなので、そちらをぜひチェックしていただいて、なんでもなんか特典もつくような感じですよ。誰の生写真がつくのかなみたいな感じで、楽しみにしていてください。それではいよいよ最後の曲に行きたいと思います。本当に最後の曲です。はい、その前にですね、今日このステージを一緒に作ってくれたバンドのみんな、そしてダンサーの2人を紹介したいと思います。はい、いいっすか、いきますよ。まずカノンバンドの大黒柱、ドラムスヒロ。We'll be right back.
敵でしょこの身長の感じ。